ファイナルファンタジーシリーズのタクティカル RPG 最新作ウォー・オブ・ザ・ビジョンズファイナルファンタジーブレイブ・エクスビアス幻影戦争、通称 FFBE 幻影戦争。本映像ではこの FFBE 幻影戦争の魅力を解説してまいります。異界の城にはユニットの育成に役立つ経験値や素材を獲得できるイベントクエストや、仲間と挑むことができるマルチクエストやレイド、さらにソロプレイのやり込み要素として強敵に挑むことができるクエストが用意されています。異界の城のイベントではユニットの育成素材のほか、武具の強化素材やビジョンカードのレベルアップ素材など、プレイヤーの成長に役立つアイテムを獲得できるクエストをプレイすることができます。異界の城のマルチでは最大4人の仲間と共にリアルタイムでクエストにチャレンジすることができます。共に挑む仲間はマルチ内で募集したり、募集中の一覧から選ぶこともできます。さらにパスコードを入力すればフレンドと一緒にリアルタイムでプレイすることが可能です。バトル中はスタンプでコミュニケーションを取りながらプレイすることができます。仲間と連携したチーム戦略で勝利をつかみましょう。異界の城のレイドは仲間と協力して強敵に挑むクエストです。タイムやターン数に制限がある中で強敵にダメージを与えていきます。参加プレイヤー全員で協力し合い、強敵の討伐を目指します。異界の城にはソロプレイのやり込み要素も充実しています。強敵の間では鉄巨人やイフリートといったおなじみの強敵と戦うことができます。クリア報酬として戦った召喚獣の覚醒素材を獲得できるクエストもあります。ラピスにあるアードラ大陸の地で群雄割拠する国々と戦士たち、遥か昔の戦乱の時代、もう一つの FFBE の物語が始まります。